上野大使駅場の大使駅は大阪府羽びの市明日にある近畿日本鉄道南大阪線の駅。駅番号は F18。上野大使駅ホームから見た見え衝突事故現場上の大使付近は後に鎌倉幕府を開いた源頼朝の先祖の川内源氏の本拠地であり、東国の武士を老頭とした八幡太郎義家の頃は全国の武家の統領の地とされた。 2004年の南半な道路開通に伴い、片側改札から上り線にも改札とバスロータリーが作られた。相対式2面2線ホームを持つ地平駅。有効長は4両。駅舎は双方のホームの赤道寄りにあり、互いのホームは校内踏切で連絡している。トイレは上り線側にあり、男女別の推薦式。古市駅管理の友人駅で、 ピタパイ効果対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。近年における1日乗降人員の調査結果は以下の通り。羽びきの首都部をはじめとする地域は、ぶどうの産地で、駒ヶ谷駅から上野大志駅までにかけての沿線には、山の斜面にぶどう畑が広がる光景が見られる。鉄道駅のない大志町の最寄り駅としても、機能しており、混合バスによって南口から、 東庁各地へ向かう路線が運行されている。かつては大使線のみが発着していたが、2020年6月1日に、聖和台巡環線、大使中央巡環線、畑、平石線が運行を開始し、発着するバスが増加した。ありがとうございます。